えーパズドラで北斗の剣コラボガチャ第4弾ですね。はい。えー来てるんで引こうと思います。で、まずは、あ、違う。えーっと、なんだっけ。これだ。無料で弾けるんですよね、一回。で、持ってないのが、えー新キャラのバットと、えー海王と、あと、トッキ が持ってないんで、まあ、やっぱ金。金が出ないとダメですね。で、まあ引けるまでか、え無、ー、くなるまで引こうと思います。さ、まあ、銀はダメなんだよな。えー、前回もね <laughs>、石全部使って、えケンシロウとラオウしか出なかったんで、で、なんと最後の章は交換してゲットしたので、 それでコラボキャラは、うん、バットと海洋引けば、オッケーっすね。うーん、金が出にくいのか。まあ、コラボ中しか多分遊ばないんでね。お、来た海洋かバット。あー、あと、トキも持ってない。あー、出たトキ。<laughs> そう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 。えー、前回トキも、 ゲットできなかったんで、一ターンの間受けるダメージは無効化。バインド状態を全回復。えー、水を6個以上つなげると攻撃力が3倍。あー、僕、ゴテンクスリーダーにしてるんで、<laughs> いいですね、水。出ない。あ、ちょっとガチャ、ガチャ画面だけちょっとスクショします。 サムネ用で。はい。金全然出ないな。前回どうだったっけな。はい。まあ、こ、これ最後かな。あの、コラボ。北斗の剣の。もう会を出ちゃったんでね。あんま修羅の国の、やつあんま読んでないんでわかんないですけどね。あとは何がいたっけシャチとかね。えー、ハン。 そんぐらいしかわかんないな。やっぱラオウマレですよね。たくさん。あでもファルコの辺も見たな。ファルコまでかな。よく読んだの。全然金出ない。どうせなら全部欲しいよな。よし、来た。海洋かバットおー、来た、海洋。 両端の縦一列を闇ドロップに変化。自分以外の味方スキルが一ターン溜まる。落ち込ンしなくなるが、闇属性の攻撃力が5倍。ドロップを消したとき、攻撃力× 30倍の追い打ち。落ち込んってなんだ キャラドロップしないってことちょっとわかんないな。こういうコラボか、ええー、あれっすね。一度限りの、なんか、冒険ありますよね。あれぐらいしかやってないんでね。ちょっとわかんないな。なんか、経験値、そういうので経験値めっちゃもらえるんで、ランクだけは全然遊んでないのに200っていうね。 かドラゴンボールコラボまたやきてほしいなぁ。その頃まだ弱かったんで、全然、クリアできなかったんですよね。キャラが全然いなかったんで、で、進化させるのも大変でしたし。あとはバットだけっすね。いやぁ、欲しい。どうせなら全部集めたい。あー あとは、まあ、他にもなんかやってほしいな、コラボ。ワンピースとか。そしたら遊ぶんだけどな、もっと。まあ、あと28回。28回行きは出るでしょ、さすがに。って思ったんですけど、前回言えなかったんですよね。ちょっとボックス大丈夫かな確認しよう。 はい、えー、拡張しましたんで、ちょっと石減りましたけど。あと、えー、27回。まず、金がそう出ないからな。6、7回に1回ぐらいか、金。うん。全然出ない。出ないなー ドラゴンボールコラボの時は結構引きよかったんですけどね。金結構出たんですけどね。出ない。もう、出ればすぐやめるんですけどね。最初何個あったっけな。本当銀ばっかだな。まあまあ嫌いじゃないんですけどね。なんとかしたとか。 サウザーとかシンも嫌いじゃない、ないけど、やっぱどうせなら持ってないのが、来ない。金が来ないとね。で、バットもね、あの、大人のやつに進化できるんですよね。<laughs> 何パーだこれ。 10%ないかな金。金率。どうだろうマントはでも、かぶりなくで、ゲットできてますからね、金。時とかようーん。ほんと、すごい勢いでなくなってく。起きたもう出ていいよ。あー、ラオウか。ラオウはね、もう進化、 最近進化させましたね。その一度限りの冒険みたいなのちょいちょい遊んでて、毎,毎日あるじゃないですか、あれ。ちょいちょい遊んでると、えー、友情ポイントっていうのかなが溜まってね、あの、進化素材とか、強化素材が出るんで、それでそこまで遊んでなくても、キャラ育てて進化できますね。やばい 金率が低すぎるあと15もうあのもう10連10連パワって引きたいですねこれああ。金が出る気配があと13 <laughs> すごい勢いで減った てるな渋いな本当にもう55個えー、ええー、えせめてあと1回は出てほしいけど金がはいうん あんた10回かな。いやもうコラボ来ないでしょ。会場来たら。だったらここで聞いときたい。聞いときたいけど。うーん。厳しいなぁ。 冒険はどうだろうまた、ラオウとか、ジャギとか、アミュアとか、それぐらいですかねまだやってないんけど。新しいの来ないのかなそこでハンとか、えー、なん、えー、ヒョウか、ヒョウとか、も出たりしないのかなやばい。あと6回。ええー、ちょっと、 ときつすぎないか。まあ、そんだけ強いってことなのかな。金のキャラが。とりあえず、僕、5点クスリーダーにして、えっと、火属性と、水属性を入れてるだけなんですけど。あー。まあ、ちょっと、合成し、合成します。はい。えー、じゃあ、あと4回っすね。引き 引ける気しないなここまで禁でないと何回引いたんだ何回引いたか分かんないけど。3回しか出てないからなえー、で、あと3回。よし、来いよーし、来た <laughs> よし、コンプしましたね。オッケー。えー、敵の行動2ターン遅らせる。バインド状態と、 えー、覚醒無効状態を2ターン回復。光属性の攻撃力と回復力が2.5。はい、というわけで、なんとか引きましたね、ギリギリ。はい、まあこんな感じですね。えーっと、なんと最後のショートリンはポイントでゲットしたんで、えー、シューから。で、1、2、3、4、5で、1、2、3、4、5、6、7、1、5、35の、 えー、37 38年。38年して、えー、一応持ってないキャラ。3体出ましたね。トキ。2回用に。えー、バット。38年で3体なんで、まあ、10%もないっていう。まあそんなもんか。はい。というわけで、北斗の剣コラボ。えー、キャラね。コンブできたんで。まあ、ちょっと。 コラボ中遊んで、ど、どこまでやったっけ上級までしかやってないんだ。はい。まあ、多分同じやつですよね。まあ、やろうと思います。はい。えー、ご視聴ありがとうございました。